早川県渡る大正10年8月10日は、日本の政治家。衆議院議員、本名は、早川義地下。品の国策ぐ前、山村生まれ。父親の早川重へ門の跡に、第19国立銀行初代頭取を務めた。長野県市範学校を卒業後、明治14年自由党に加盟し、党勢の拡張に奔走する。 同17年の飯田事件に関係したとして、検挙されたが、証拠不十分として、免相となった。同18年には、立川運平、木内信羅と、東新遊戯会を結成し、同20年に、長野県下の有志を代表して上京し、条約改正反対、地租軽減、言論集会の自由を求めた三大憲白書元言論院に提出したが、保安条例によって、 東京から追放される。この頃、キリスト教に入信し、同22年にアメリカ・オランダ改革派教会の宣教師 JH バラから受選した。以後、作地方におけるキリスト教伝道の中心人物の一人として活躍し、小室義塾の木村熊治を支持して、薄田教会の設立に協力した。後、作教会の初代長老に選ばれた。明治21年に、 長野県会議員となり、廃省運動を県議した。同31年が後、回衆議院議員総選挙に当選。同32年には、南作軍会議員。同40年に、崎山村長などを歴任した。ありがとうございます。